岐阜市からのお知らせです。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一人一人が岐阜市版ウィズコロナを実践していきましょう。コロナ社会においても、災害はいつ起こるかは分かりません。今災害が起きたらと考え、事前の準備をしておきましょう。災害が起きた時に避難する場所をあらかじめ考えておくことが大切です。家族と一緒にハザードマップで自宅の危険性を確認し、避難所だけではなく安全な地域にある親戚や友人宅などへの避難も検討しましょう。あらかじめ避難所や逃げる場所に持っていくものを準備することも重要です。防災グッズと合わせて感染症予防に関する備蓄品などを準備しましょう。マスク、消毒液、石鹸、体温計などを用意しましょう。また、避難者カードや健康状態チェックカードは事前に準備することで受付がスムーズになります。避難所へ着いたら、入る前に体の調子を調べることに協力してください。事前受付で検温、体調の聞き取りなどへのご協力をお願いします。さらに岐阜市では、新型コロナウイルス感染症への対策を盛り込んだ避難所の運営マニュアルを作成しました。避難所における密集回避のための屋内型避難所用テントの整備など、スペースの分離を図っています。コロナ社会においても、命を守る行動が一番大切です。もしもの際は避難することを優先してください。岐阜市からのお知らせでした。